次の日の朝早くにまた迎えに来ていただいて、運転手さんそしてガイドの方とですね、3人で出発です。目指すのはもちろんウユニ塩湖です。だんだん、ウユニ塩湖に近づいてきました。途中いろんなところで止めていただいたんですが、塩水が湧き出てるところがあるんですね。そんなところもありました。そして、今日はよく晴れています。空が真っ青ですね。これは綺麗な塩湖が見えるんでしょうね。塩の湖が、そこに反射する、雲とか景色、そんなものを楽しみにしています。途中塩の採取をするところがあってですね、一箇所にその塩をかき集めています。それから次は塩のホテルですね。そんなところも寄りました。